こんにちは。アラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです。今回は借金持ちが考えるお金と学歴と借金についてお話ししたいと思います。急にね、なんかテレビ番組とかのトピックになりそうな話題なんですけれども、たまたま YouTube のなんかテレビ番組の切り取りのチャンネルかな、なんかそういうので義務教育以降の教育とか学歴についてねお話ししている番組があって、ちょっと思うところがあったので今日お話ししようと思いました。でその時にテレビに出てた人たちっていうのは中卒とかで、まあ中学も実はあんまり行ってなかったけれども、もはや年商何十億とかのね社長さんになっていたりとか、いろんな分野で活躍されている、成功されている方っていうのがいっぱい紹介されていたんですね。で、実は私の仕事でお付き合いのある社長さんとか成功されている方の中には、結構中卒とか高卒の方っていっぱいいるんです。でね、この事実って社会に出てから知ったんですね、私自身。かれこれ20年弱前の私はかなり無知で、大学を出て大手企業に就職することが当たり前だと思ってたんですね。なんかこれが普通っていうんですかね。全然世界を知らなかったんですよね。むしろ起業するとか専門学校を出て、例えば専門的な職業ですよね。美容師とかパティシエだったりとか、そんな職業になるということすら思いつきもしなかったっていうんですかね。他の可能性を排除して生きてたんですね。まあこれは気づかないうちにということになるんですけれどもね。まあこういうのって育った環境とか親の影響を多大に受ける形になりますよね。うちはいわゆるザ・サラリーマン家庭でしたから、そして親族一同ほとんどサラリーマンですね。なのでまあそういう影響っていうのが非常に大きいのかなと思います。本当に他の道に進んでいるお手本が周りにいなかったですね。例えば学歴関係なく海外で活躍しているメイクアップアーティストの方とかスタイリストの方とかいますよね。それこそ芸術的なスキル、アーティストとかですよね、まあ、歌手だけじゃなくて何かものを生み出す人たちで世界に影響を与える人たちもたくさんいますよね。でそういうところで活躍している人っていうのが周りにも親族にもいなかったんですね。だから同じような家庭で育っている子どもたちが集まる学校で、会社員以外の選択肢としてあるのは先生系職種ですね。医者とか弁護士とかそっち系を目指す子もいるという感じでしたね。でもね、20年近く経って思うんですよ。学歴はなくてもいいとか、学歴で判断されたくない、人間性とか他の能力を見てほしいって言えるのは、学歴を必要とせず何かの道で成功した一握りの人の意見なんですね。私今では学歴で仕事をしていないと思っていますし、そもそも会社に入った時から学歴っているのかなって本当思ってました。大学で学んだこととかも一切活かされてませんし、そもそも大学も遊びほうけていたので単位もやばいぐらいですから、本当大学の勉強とかが社会人になって生かされているかといったらそうではありません。ただですね、今の会社に入れたのは学歴があったからなんですね。今私自身が借金をある程度の金額返せる額、給料をもらえているのは今の会社に勤めているからなんですね。受けた会社ほとんどが4大卒で足切りをしていました。最低条件が4大卒ということですね。まあ今はどうかわかんないですけどね。ちなみに大学で足切りしている会社もありましたね。いわゆる国立総計以外は入れませんみたいな、まあ私はそれじゃないってことがバレましたけど、まあでもそういった形で足を切ってる会社もありましたね。でまあいわゆる学歴なしで成功してお金もたくさん持っているっていう人は学歴いらないよっていうのはすごくわかるんですね。自分が実証してるからなんですね。いろんな努力をされたと思いますし、もしかしたら学歴がないことで苦労されたかもしれないですよね。でも実際はそんな人ばかりじゃないと思うんですよ。多くの会社でまだ学歴縛りは今でもいくらでもあります。普通に若い子の履歴書を見て、同じく
英語と中国語を喋れますってなった時に、一人はおってなる大学で、一人はまあ高卒とかだったら、新卒なんか基本何もできないのは当たり前のことですから、なんとなく採用者は有名大学を出ている方を選んでしまいますよね。中途は別ですよ、職歴がありますからね。でも職歴がないうちなんかはやっぱり人となりとか能力なんかわからないですから、イメージが先行しちゃうわけですよね。まあこれは勝手なイメージですけれどもね。結果ね、実はその高卒の人の方が良かったなんてことはいくらでもあると思うんですけれども、わかんないんですよね。だから私は学歴はお金と一緒であるに越したことはないと思っています。持ってればね、選択する自由が増えますからね。学歴なら良ければ良いほど選択肢は変わってきますね。例えば急に官僚になりたいって言ったら、まあ、やっぱり大卒じゃないと無理だと思いますしね。お金もあればあるほど選ぶ自由が増えるっていうのは間違いないと思います。でも、まあ、ここが一番重要なんですけれども、学歴があることと成功はイコールではないですね。まあ、これは多くの人が分かってることだと思いますけれどもね。学歴を使いこなせるかどうかは別の話になってきます。私自身は全然活かせてないですね、ぶっちゃけ。大学で学んだことを活かしてればね、もしかしたら稼ぎも違ったかもだし、同じ大学の成功者から何も学んでいないんですよ。そしてね、なんと40歳を前にして借金までして、精神的な自由と金銭的な自由もない状態なんですね。これでわかるのが、やっぱり必要なのって自分で稼ぐ力と自分で学ぶ力なんですよね。本来は学歴も結局使いこなせないと意味もなくて、逆に社会人になって使えないねなんて言われてしまうことなんても多々あるわけですよ。そしてね、もう会社員も安泰の時代でもないんですよね。大学まで出るとスマートに会社員になれる方法には導いてくれますね。でもお金をどう稼いでいくかとか、お金とどう向き合うかとか、お金をどうやって増やしていけばいいか、それは教えてもらえないんですよね。あと愛とかについても教えてくれないですよね。まあここでは関係ないので割愛しますけれども、学歴あってもね、稼げるに直結しているわけでもないですし、一つ道を踏み外してしまうと大きな借金もしてね、その返済で精神的に病んで薬漬けになった時もあって、健康を害したりするわけですよね。幸せをどこに置くかは人それぞれで、それでいいんですけれども、学歴があることとお金をたくさん稼げるかと借金に関してはそれぞれ相関関係はなくて、結局自分で身につけなきゃいけない知識とスキルだと私は思います。時代のせいでも世の中のせいでも何でもないんですよね。そんなわけで今回は学歴とお金と借金についてお話ししてみました。借金以外はあればあるほどいいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。